ヤッホーとまるでーす。今日はね、3年ぶりにねミューズのウェハースが出たので箱買いをしました。ラブライブウェハース5っていうやつなんですけど、見てこのスノハレのね衣装のカードが入ってるらしくて超可愛くない？見て、ミューズだよミューズ。レア仕様は7色に輝くホログラムゴールド箔らしいんですよ。なんで私はね、推しメンの小鳥ちゃんとニコちゃんをね狙っていきたいと思います。はい、こんな感じです。今回のパッケージはまずスノハレのとこの4人のとこの5人のって感じですね。でラインナップがねこんな感じですね。全26種でプラスホロハクレアが9種で、ブロマイドカード9種、ホログラムハクバージョン、ブロマイドカード9種、スノハレバージョン、ブロマイドカード9種、ハッピーメイカーバージョンで、ビジュアルカード8種だって。ビジュアルカード8種類もあるんだ。果たして誰のねホログラムゴールド箔が入ってるかですよね。ってことでね、見やすいように早速全部のこの上をね切ってっちゃいたいと思います。はい、ってことでカット終わりました。結構疲れたな。じゃあまず1個目、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、ほい、あれ、あ待って、角が切れてなかった行きます。小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、ほい、あーじゃーん、りんちゃんじゃん。ハッピーメーカーのりんちゃんが当たりました。じゃらーん、はい、こんな感じです。で後ろはこんな感じ、超可愛くない？続いて2個目、いきます。小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、あ、これ多分ビジュアルカードってやつだよね。はい、こんな感じですね。じゃらーん、これ多分ね、あと2つもあるんだよね。で、並べるとつながる感じかな。じゃあ次行きましょう。3個目、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、ニコちゃん、かわいい、ニコニコニー、かわいい、ニコちゃんです。こんな感じ。じゃあ次、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、お、なにこれ、超可愛いんだけど。おらららの衣装ですね。はい、こんな感じ、可愛い。ビジュアルカードですね。じゃあ、はい、いきます、5個目、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、まきちゃん、じゃーん、スノハレのまきちゃんです。で、スノハレのノーマルバージョンですね。こんな感じ、じゃん、かわいい。はい、じゃあ次6個目いきたいと思います。意外と箱推しまだ出ないね。いきます、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、ほい、ニコちゃん、かわいい、超かわいくない？スノハレのニコちゃん出ました。じゃん、でもねこれノーマルバージョンなんです。はい、7個目いきます。小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、お、来た来た、ビジュアルカード2枚目ですね。はい、こんな感じ。くっつくかなって思ったのに、ちょうど真ん中がねないんだよね、当たってないの。まだこんな感じ。8個目いきたいと思います。そろそろほど来るんじゃないかな。いきます、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、来た、海ちゃんだ、海ちゃんのほど白来ました。え、超かわいいんだけど、え、綺麗、見て、スノーハレーション、はい、こんな感じです。超かわいい。はい、ってことで初の箱推しは海ちゃんでした。いきます、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、おー、のぞみちゃん来ました。はい、こんな感じです。のぞみちゃん、じゃん、はい、こんな感じ。小鳥ちゃん全然来ないんだけど、いきます、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、来た、じゃらーん、ノーマルだね。でもノーマルバージョンの小鳥ちゃん来ました。はい、こんな感じ。スノハレの小鳥、超可愛い小鳥ちゃん。いきます、じゃあ11個目、小鳥ちゃん小鳥ちゃん小鳥ちゃん、こい、あー、はい、ほのか、初のほのか来ました。じゃらーん、こんな感じ。12個目いきましょう。いきます、小
小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、ほい、かよちん来ました。はい、かよちんです。花よちゃんだよ、花よちゃんだけどね、かよちゃんって呼ぶんだよ。はい、こんな感じです。はい、こんな感じ。こう見るとやっぱ花丸ちゃんに似てるよね、かよちん。次だね。はい、もう何個目かはよくわかんないけど、いきます。小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、ほい。あ、マンゴー牛だ。え、待って、超可愛いんだけど。じゃーん。はい、こんな感じ。ってことで、のぞみちゃんの白押しが当たりました。一箱に白押し2枚だったの、もう終わっちゃったんだけど、2人で。ここにまだね、7個ぐらいあるんで、開けていきたいと思います。小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、こい。あー、初じゃない、エリチ。じゃーん。はい、エリチ当たりました。かわいい。ビジュアルカード欲しいな。ビジュアルカードが全然出てない。いきます。小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、ほい。お、え、ノーマルバージョンと白押しバージョン出るんですね。こんな感じ。ビジュアルカード揃えたいんだけど、結構絶望的じゃないこれ。いきます。ビジュアルカード、ビジュアルカード、ビジュアルカード、ほい。来たね。また新しいバージョンじゃないこれ。はい、こんな感じ。ニコちゃんがいて可愛い。はい、こんな感じです。あ、これは2種類あるんだ。え、これ揃えたいんだけど、揃えらんないかな。こんな感じです。待って、あと4個なんだけど、揃うかな。いきます。ビジュアルカード、ビジュアルカード、ビジュアルカード、ほい。お、ニコに、え、ちょっと待って、ニコちゃんダブってね。え、待って、ダブるんだダブんないかと思ってた、私。ちょっと待って、ビジュアルカード全然揃わないんだけど。いきます。ビジュアルカード、ビジュアルカード、ビジュアルカード、来い。お、かゆちゃん、じゃーん。こんな感じです。はい、かゆちんバージョン、こんな感じ。やっぱ花丸ちゃんに似てる。いきます。次、ビジュアルカード、ビジュアルカード、ビジュアルカード、来い。あ、これ揃ったよね、これ。待って、しかもくっつくじゃんこれ。で、こんな感じでくっつくんですけど、これ超可愛くない？ほら、こんな感じ、かわいい。え、めっちゃ良くないこれ。いや、嬉しい、嬉しいけど、え、待って、私こっち揃えたいんだけど。制服好きとしては制服バージョン揃えたい。え、ってことで、待って、ラストなんだけどさ、あの制服のビジュアルカード狙いだよ。いきます。制服、制服、制服、来い。マジで3枚も入ってるんだ。じゃーん。まさかのマキちゃんのホロハク来ました。え、3個も入ってるもんなの。え、やばいやばいやば。じゃーん。こんな感じ。はい、1年生、2年生、3年生のホロハク当たりました。こんな感じです。てか、ミューズめっちゃ懐かしいんだけど、嬉しいね。でもなんかアニメ終わってからもさ、こうやって新商品出てくれるのは、いやー、かわいいわ。いや、これはね、あれですわ、箱買いをもう一回するか、スーパーがどっかで見かけたらめっちゃ買ってくるかで悩みどころだわ、これ。え、でも多分全然買い足すわ、これ普通に。え、てか、ちょっと待って、あれだ、ハッピーメーカーのさ、小鳥ちゃんも当たってないし、なんか小鳥ちゃん率低くなかったじゃあ、まず当たったののおさらいをしましょう。まずね、こちら、ホロハクはこの3人が当たりました。はい。ノーマルバージョンは、こんな感じですね。ハッピーメーカーの方は、こんな感じだね。で、最後、ビジュアルカードがね、こんな感じの5枚当たりましたね。はい。ね、ビジュアルカードさ、種類多くない？集めたいんだけど、普通に。これももう半分欲しいしさ、これに至っては1枚しか当たんなかったんだけど。ことで、そんな感じの20個でした。いつもラブライブのウェハースをね、仕入れてくれるコンビニとかだったらね、今買い占められてない限りね、普通に置いてると思うからね、みんなもよかったらぜひミューズのね、3年ぶりのね、ウェハース買ってみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日はね、ちゃんとちゃんミューズの1年生 T シャツを着てます。え、でもこれさ、めっちゃ良くない？角晴れのさ、あの光がパーンってつくとこだよね、これ。ほら、
え、これちょっと買い足したい。いや買い足すのは全然いいんだけど、ウエハースの消費が追いつかなくてさ。見てこれ、前のラブライブウエハース私まだ2個残ってるんだけど。え、でもさ、もう一回箱買いしたらプラスで20個ウエハースが来るんだよ。40個のウエハース絶対食べきれなくない？1日1個だとしても40日間食べ続けるってきつくない？